また。ちょっとエマイ君今上におるんすけど、じゃあ質問コーナーしたいやんか。はい。で、なんかただ単にしてもあいつそんな話せんと思うね。だから、前代未聞で隠しカメラで置いて、俺が普通に喋ってるように質問して、あいつの本性暴き出して本性連れてって牢獄に合格しよう。じゃあやっていこうか。はい。エマイ君って喧嘩得意やったっすか？あんまり、そんなんじゃなかったっす。どんな感じですか？喧嘩もね、やったことない。やってないですか？いや、一回もない、怖いよ。いや、俺と逆っすね。大丈夫。何やねん、それ。得意なんだ。レゲエハマったきっかけって。いや、だから昔、ちっちゃい時に。ちっさい時ってどれぐらいですか？トンタンタ族ぐらいちっさい時ですか？そのちっちゃい時ないやろか、お前。お腹の中じゃん、それ。普通に、多分あれちゃん。みんな聞いてたから好きになったんじゃん。流れで誰とかないんすか？人で言ったら誰聞いた人はもう完璧テリーさんや。ああ完璧、あのスマブラで出てくるね。ちゃうやろそれ。でもエマイ君のドレッドってガチ臭い山ちゃん。賞味そんなことないやん。そんなことない。でも普通に別に何も気にならんよな。だってこの前美容院行ったらめっちゃ綺麗ですねって言われたもん。で普通の人虫とか飼ってないの？ふき虫ダニとかトミーロとか買ってる人いますもんね。ねえ、まあまあおるけど。でも付き合った数で言ったらなんか急になんか付き合った数とか何やったっけな俺。自分の付き合った数今思い出してたんですよ。付き合った数なんかそんなのないやろ。俺4人5人ぐらいと思うっすね。俺も5人ぐらいかな。なんかもう中学生の時の中学生の付き合ってないけど付き合ったみたいな。モテへんかったからな。全然俺なんて出ましたから逆っすね。疲れた。何なのいつ。小学生の時も出ました。だから小学校の時なんか。あ、でも俺小学校これあれかな。なんか借金とかがだいぶ来てたじゃないですか。いや、来てたけど。その話ちょっと詳しく教えてくださいよ。借金取りも何も。はい。だからもうちっちゃい頃離婚してるからお父さんの作った借金を取りに、はい、お母さんのとこ俺らがだから。へぇそういうのやで聞くね。なんかちょっとなんか冷静に考えたら俺あんまエマイ君も知らんなと思って。ゴキブリって呼ばれたのなんでやったっすか。お前じゃん。100はお前じゃん。俺っすよね。100だ。101ぐらい俺っすね。いやいや200億じゃんお前じゃん。いきなりゴキブリって言われたんすか。いや俺も分からん。経緯が分からん。そうやんな。初めてやん。確かに。何だお前らマジ。なあ何なんお前ら。でも物壊してるとき楽しい、エマイ君は。楽しいとかじゃない、私服のひととき。一番あれ、落ち着いてるんすね。落ち着く、一番リラックス。それだけ、立方体。なんて、立方体って何なんだろう、さっきから昔やるお前が。え、でもエマイ君って、なんでいろんな家に出るんですか？スケッチで。だから、俺をゴキブリの前提で話してるやろ、お前今。俺出たことないねん。そうですよね。すみません。俺人間やねん。はい。いや、なんか俺んちがよう来るんで。なんかお前んちは行くよ、それ。はい。ゴキブリちゃうの？え、なんかいつも服どこで買ってます？服はもう最近はその自分のナスティドッグやけど、それまではもうみんな知ってるん、ココロギミファイブ。え、ナスティドッグ全部完売するじゃないですか、すぐ。うん。あれ自分の分は取ってるんですか、別で。いや、だからもう俺のって言って、だから言ってこんなお前もドッキリした時、言っちゃうしかないんだぞ、はい、俺。だからもうずっと使い回してもう着てるよ。なんかサンプルみたいな感じですか。そう、サンプル。サンプルってことはどれぐらいやんちゃしてたんですか、学生の時。何を言ってたの。何がサンプルってどれぐらいやんちゃやったのかなと思って。結構張り合いたいな。やんちゃは別に俺ただめちゃん、はい、面白い人間になりたいだけやから。なるほどなるほど。でもちょっとやんちゃなグループともちょっと仲良くて、あの中途半端な感じでドッジボール強いけどやんちゃじゃないみたいなタイプのあれやったんすか。いや別にあんまやんちゃはなかったんすか。全然やんちゃじゃない、なんで臭いんですか、エマイ君。だから臭いのいいねんお前。はい、俺臭いって感じることあるけ。いやないっすね。でも香水エマイ君めっちゃおるじゃないですか、たまに。あ、でもそう なんかエマイ君マジ臭くないね、香水振るから。たまに鼻痛いみたいなな。そう時あるよな。近くだってもう一箇所プッシュプッシュプッシュ。最近でも香水振ってない。お前もやんけ。いや、僕手にあって。お前、最近口にめっちゃ香水振ってん。え、エマイ君って人間でしたね。人間やん。え、何やろ。いや、面白すぎて。何やろって先生。なんか、もうさ、
人間が追いつくとこおらんやん。発想がぶっ飛んでるもんな、うん、そういう面でそういう質問なんですけど、まあ、全然全然人間、いやもうなんでそんなにかっこいいんですかね。かっこよくはないやろ。マスか、そうっすね。ないよ、行ったことあるか。なんでそこあるって。歯磨き粉何使ってましたっけ。臭くないんで。俺ちょっと山ちゃん教えてってくださいよ、うん、あれ歯白くない。ガムっすか。ガムみたいな、なんかちょっとなんか思考がめっちゃ、あと俺ブレスケアめっちゃするからな。何すかブレスケアって。糸で歯と歯の間。ああすごいっす、ね、あれやって、多分やったことある。あるっす、あるっす。あれ人生変わんねん。ブレスケアいくりほどついてるから思考が。山ちゃん歯取れんじゃん、ね、それやったら多分取れると思うんですよ。俺まずほんま歯見やんけ。エメイクいつからワッサーやってましたっけ。でもそのガードと出会ったぐらいの時から、もういけ、マジ全力ワッサー見してください。何やん全力ワッサーって。全力ワッサーワッサーみたいな。あ、違う、ワッサー行く。ちょっとどうなる。トンボ行きまで聞こえてんじゃん。聞こえてるわけないやろ。俺なんでゼブラか、トリコのゼブラか。え、足何本やったんすか。足何本。人間やろ。人間やね。人間やから、その以外ないんだよ。学生時代部活してましたっけ。いや全然いい。もう部活なんかもうやったことない。家に帰る部活かな。ああ、幽霊部員ってことですか。だからでもバスケに行く。そう、そっち系の全部入ってけど1週間で行く。マジっすか。しんどいから。やっぱゴキジェットって聞くんですか。聞くか。聞くわ。あれあんな人間に振るもんちゃうぞ。ジェブタトゥー渋いっすね。タトゥー渋い人おる。似合ってるっすけど。そうそうそう、なんか紹介してくださいよ。紹介って何だ。なんかやっぱ花で統一してるみたいなのはあるっすよね。もう花は前言って、ほんで次胸、みんな知らんじゃん。ボブ周りおるって。あ、ボブ周り入ってますよね。そう、ボブ周り、胸、心臓のところに入れてるね、一番大事だから。はい。ゴキブリとして生まれてきてよかったことってあります。え、でもまだ言う。俺はゴキブリやと思ってんさっきから。お前なんなん。いや普通に聞きたいなと思って。聞かんの分かるよ。はいはい。はい。分かって。葵さんも。あ？ゴキブリの要素あるんですか。ないやろうが。ないっすよね。で、人間宮本一家。あ、なるほどなるほど。全員。そうですね。そうですねーって。ギャグかお前。え、マイクね、最初俺と出会った時どう思いました。第一印象。ラップうま。あ、山ちゃんはどう思いました。気持ち悪っ。そうよね。ふーんってなんなん。どれってやめてキノコヘアにしてくださいよ。やめたいけどな。やめて坊主にした。いやマジでほんまにあるっすよね、その嫌っすよね。いやマジで嫌。俺ももうドレッドのイメージついたもん。ドレッドやめられへんやん。俺もキノコのイメージでキノコやめられへんやん。ごっつだるい。うん、俺ほんま変えたいんすよ。え、それそうやろ。え、マジでガードとか特にそうやろ。特に俺ガーマルチョバみたいにしたいんすよ。やめとけよじゃあ。じゃあエヴァイ君凱旋以外のバトル出るんすか。出るわけじゃないやろ。なるほど。音源も上げたくない。もうバトルも出てないですもんね。もうバトル断ってる。怖いみんなの。視線が。なんかナッシードックでネックレス出す予定あります。出したいね。俺も全般的に出したいと思ってるから。なるほどなるほど。いいよねネックレスは。可愛い。でも限定で何個かって限りますよね。いや多分絶対限ると思う。転売されてましたよ、メルカリで高くて。ナッシードックが。はい、めっちゃ値段上がってるし。すぐ売り切れるからな、これ。ありがたいよ。え、メイク主食なんすか。一番食ってるもん。チョコちゃうんすか。あ、糖分やな。甘いもん全般やな。ほんまにそうやな。え、メイク甘いもんめっちゃ好きっすもんね。なんで言ったん。手上げた。許可出した。ごめん。なんなんここ、日清学院かも。ここ日清学院か。言うた。初恋はいつっすか、メイク。なんで初恋。はい、初恋いつやろ。初恋小保育所やな。保育所やな。早いっすね。保育所の時一人ずっと好きな子がおったな。え、名前さゆりちゃんすか。おい言うな。関係ないやん。関係ない、その名前は出すなって。いやいや、全部さゆりちゃんのこと。いやだからお前ほんまやめろよ。消せよほんまに。そんなに言うなよ。キンクっすよマジで。ごめん。え、ちゃうて、あれ、やってかもしらへん。クラスにおるかもしらへん。おってもそのまま出したら。なんで、俺中学校の時さ、俺のさゆりちゃんちゃうって。俺のじゃない。でも、
違う人の名前でもその名前は出すなって言ってんやん。サユリン？ダウン、ま、終わらすでほんま人生。まあまあ、最初はやめてよ。知ってんかも。そうか。やばい、あ、特にないです。は？歯磨きしてます？だからし、もうめっちゃこんなに綺麗やんから、してるに決まってん。臭んないし。やばい、口臭そう。